ぶということですね。今年に関してはこう狙って打ってる感じがするので、はい、そういうのもできる技術の高い選手なんで ね最後までこちらも争ってくれるのかなという感じがしますね、はい、打点もね今トップですがすぐ下には柳田選手が迫るという、ね、同じチームですからね。そうなんですよね、はい、この状況ですからね。ただ今年見るとこの打率にしてもホームランにしてもやはりこの今年はまあ投稿打点と言いますか ね、だからもう3位の2割9分8厘ですから3割が2人で3割飛んでますからね、はい、3割飛んで7厘なんで、だからやっぱり投手のレベルっていうのは上がってきてるんだろうなって感じはしますよね。ホームランの数も30本乗ってながらなんですよね。まあ、今はね本当にもう150キロ投げるピッチャー当たり前というね。ね、そうなんですね、でいろいろ、ね、はい、進化し、うん、トレーニングなども進化してますから、はい、年を越したら急に良くなるとかっていう投手も増えるので ね、うんうん、確かにね、だからバッターの対応っていうのが追いついたらまた先に行かれるっていうような感じがするので、うん、はい、なかなかねやっぱ受け身のバッターって受け身なので難しいと思いますよ ね、だからこの数字になるのもこうなんとなく分かる気はしますよね。なるほどね、はい、さあこの個人成績頓宮選手が逃げ切ることができるかどうかっていうね、デッドヒートです。ありがとうございました。今一度大きな拍手をお送りください。